ドニントンパークを走行するティーポ61エンジン、周りマセラティティーポ61、またはマセラティバードケージは1959年から1961年かけてマセラティが開発したレーシングカーである。ルマン24時間レースに出場した実績もある。軽量化と高剛性を両立させるべく、技術陣が奮闘した結果、鳥かごのようなスペースフレームになった。 クロムモリブデンコーのパイプで構成されたフレームにより、光合成を確保していた。ティーポ61は1959年、ロイド・ラッキー・キャスナーの異名を取るロイド・キャスナーによる運転で、スターリング・モスで最初の優勝を飾った。キャスナーは、キャスナー自動車競技部門を設立して1960年のルマン24に参戦したが優勝できなかった。しかし、 コモーラディチームが1960年と1961年にニュルブルクリンク 1000km で優勝した。マセラティバードケージ7コスはピニンファリーナがデザインした。V12 エンジン搭載。マセラティティポ61ザストリームライナーバードケージハットザバードケージマセラティパブリッシャーイコールマセラティアルフィエリ。ありがとうございます。